今泉海一郎今泉海一郎から1941年6月29日は日本鉄鋼技術史上の功労者。工学博士。日本鋼管創業者で民営製鉄所を育成し、日本の近代製鉄の父、近代産業の父と称される。1907年の海一郎を上野国瀬田郡東村、花は生まれ。父、彦作は幕府大館付けの村に。 母、常子は、伊勢崎藩主堺市の範囲だった。祖父、原常ね駅の医師を継ぎ、12歳で、江戸の浅田総博の門で学び、17歳で開業医となった。海一郎は、花輪学校卒業後、1883年16歳の時に、県立前橋中学校を入学した。同級生には後に、海軍大将となる、鈴木貫太郎がいたが、すぐに退学し、 同年に医者を目指して上京した。ドイツ学協会学校第一期生として、大倉喜三郎、松井茂博士などと学び、柳影家塾を経て、1884年に、一橋の大学予備門に入学、1886年に第一高等中学校に入学し、水野連太郎、若月霊次郎、小川平吉などと寄宿生活を送った。 この頃まで医師を目指していたが、ふと小学校の卒業論文、心は、大なるお様子を思い出し、医術よりももっと広い食産工業方面に進むことに改め、1889年、東京帝国大学工科大学に入学した。公害対策技術に深い関心を寄せ、在学中から、別種銅山の流化鉄鋼処理による、塩害防止、 未利用資源開発などに宣弁をつけ、また、日本の将来の普遍は鉱山に、ありと鉱山の重要性を、松山市の海南新聞に、伊予鉱山論を投書した。伊予鉱山論では、伊予の角道山が同業者間の組織を作ることにより、経営の合理化を図ると同時に、技術上にも有用岩有物の完全採取をもって、夜勤術を合理化すべきことを述べ、 従来いたずらに焼き捨てられていた、黄分鉄分を完全に採取して、化学工業及び製鉄事業の原料とすべきことを唱えて、当事者並びに一般大衆に向かって注意喚起をした。帝国大学卒業論文の別紙銅山における、湿式修道法試験についてではより具体的に、銅鉱山から排出されるよう、化学品としての硫酸製造に利用し、 従来の乾式精錬法では取り切れない銅の痕跡までも採取し、最後に鉄分は製鉄原料として利用する方法を記した。1892年に帝国大学卒業後、農商務省に入省。卒業論文に沿った検証試験を命ぜられ、後藤昌士郎農商務大臣に結果を報告した後、政府案としてまとめられ、1895年に、 榎本武明農商務大臣の時に製鉄所設立案が提出され衆議院を通過翌1896年に製鉄所管制が発布された。海一郎は農商務省入省後榎本武明に認められ1894年から2年間ドイツフライベルク鉱山大学に留学し夜勤学を学んだ。帰国後よき理解者であり密接な関係にあった。 榎本武明が設立しようとしていた、官営やー製鉄所の創業に従事、同社の成功技術を確立に導き、主席直任技師に進んだ。技術面での自信を示しながらも、ヤワタ製鉄所の経営不振に陥る原因は、官業による弊害が、顕在化したためと考え、製鉄所処分案を作成し、民業への遺憾を提案したが政府に却下された。 鉄工業は軍事でなく、平和産業に結びついて発展するとの信念のもとに、1912年に、一橋大学予備門以来の友人、白石元次郎と日本校管株式会社を設立。日本で初めて継ぎ目無効管の製造を手掛けたほか、1936年には、念願の航路を建設し、筑工一貫製鉄所を完成させた。当時、 日本で主流の成功法は平炉であったが、平炉は鉄スクラップの使用を前提としており、日本は米国などからの鉄スクラップの輸入に頼っていた。満州事変を契機に原料不足が深刻化する中、鉄スクラップに依存しない高効率な成功法であるトーマス・テンロに着目し、日本鉄鋼協会などでその必要性を説いたものの受け入れられず、 結局自ら創設した日本交換、川崎製鉄所での導入を決めた。トーマス天路は林分の高い鉄鉱石を原料とした時にその威力を発揮するが当時日本で流通していた鉄鉱石は林分が少なかった。そこで海一郎は航路に林鉱石を加えて調整するという日本独自のトーマス製工法を開発した。 また、スラグ化したリンも農業用の肥料として活用した。海一郎の共造民間技術分野の開拓に尽くし、1920年には、第14回衆議院議員総選挙に、群馬県から出馬して、当選、衆議院議員として、メートル経度旅行の採用を法案通過させた。1922年、ウィーンで開催された第19回万国議員総会には、 議会代表議員団長として出席。ルクセンブルク大広告名予想領事、工業品企画統一調査会委員、日本交換、南洋鉄鋼閣、取締役などを兼務また、日本鉄鋼協会会長、日韓工業新聞社社長などを歴任。大長、鉄屑集その他優れた著作も残した。ありがとうございます。